やはりですね、今、大阪で一つ大きな話題になっている、えー、問題になっているというのがですね、はい、大阪市での瓦礫焼却。そうなんですよね。山本さんもですね、えー、い。いろいろ活動に参加されておられたということなんですが、はいはい。その辺つってちょっとご紹介いただけますでしょうか。まあ、あの、2月の1日から本焼却が始まったんですかね。はい。去年の11月の後半ぐらいに試験焼却があって、はい。で、まあ大丈夫だ。 っていうまあ、何が大丈夫なのかよく分かんないんですけどそうですねこの、まあ、<laughs> がれきというのは要するにあのー、3.11東日本大震災で起こった地震津波で。ええ 溢れ返っている瓦礫を大阪に持ってきて、焼却をしようという。そうなんです。そういうことですよね。ええ、まあ、要は、あの、復興が進まないじゃないかと。まあ、環境省がずっとキャンペーンを張ってたんですよね。なるほど。除染と、この、えっ、ー、と、震災瓦礫の処理、はい、広域処理ですね。だから、現地以外で処理しますよっていう、この広域処理の宣伝費として、40億円近くを メディアにばらまいて。はい、要は、これをみんなに手伝ってもらわないと、瓦礫の処理を手伝ってもらわないと、私たち、あの、復興が立ち行かないんですっていうような、あの、空気を作っていかれたってことなんです。なるほどね。えー、で、まあ、実際、現地に行ってみると、えっ、ー、と、海側から、次の大きな国道ぐらいまでは全部もう、あの、用地買収の予定が入ってるんですよね。なるほど。だから、あの、元の自由環境っていうのは作らないよと。 はい。そりゃそうですよね。だって、必ず大きな地震がそこであった時には津波の危険性があるわけだから。なるほど。高台移転ということを前提にしないと人の命守れませんもんね。はいはいはい。だからそのような計画があるにもかかわらず。だから、そういうところ、広いところに、この瓦礫をずっと積んでいたっていう状態ですよね。なるほど。うん、それで大阪市でですね、焼却してる瓦礫というのは、これはどこから届いてる瓦礫なんでしょうか、基本。 これ確か宮古市だったと思いますね。ああ、なるほど、なるほど。岩手県の方ですね。そうす,ねそうすると。そうですで、まあ、この、えっ、ー、と、この、まあ、震災遺物。まあ、もちろんね、ただの瓦礫じゃないですよね。思い出のものがいっぱい詰まってる、この震災遺物。はい、まあ。まあ、一般的に瓦礫と言われるものですけど。これ大阪も受け入れるんだぞと。でも、市民側は結構、この情報を知ってる人たちは、ノーだったんですよ。受け入れたらまずいと。その理由はそれ、要は、焼却した時に、いろんな害が出てくるんじゃないか。 なるほど。要は、その瓦礫というものは、野ざらしにされてたわけですよね。1一、ね、年近くも。ということは、そこに放射性物質が硬化してないわけないだろうと。なるほど。もちろん、その放射性物質っていうものは、セシウムとかね、国が出してる。それだけじゃなくて、もう何十種類もあるわけですよね。そうですね,ね。セシウム以外にもたくさんの各種が混ざってると。はい。それだけじゃなくて、もうアスベストだったりとか、それとか、あの、ヒ素だったり。はい。六角ロ,ロムだったり。とにかくいろんな化学物質。 とか重金属その上に、肺がたかったりとかしてたんで、あの、農薬まで散布してるんですよ。<ー>農薬が混ざったものを焼却するってこと自体もありえないんですよね。なるほどその、その、たくさんの物質を一般焼却炉で燃やした時の、その後ってどうなるんだよって。はい。で、まあ、結局大阪市は、 あの、まあ、放射性物質に関しては大丈夫だと。まあ、まあ、どんな測り方か分かんないですよ。まあ、多分いい加減な測り方なんですね。ああ、そうなんですか。はい、はい。<laughs> それだけじゃなくて、まあ、化学物質だったり重金属だったりっていう、まあ、もちろんアスベストもですけど、測定してないんですよね。どれぐらいのものが混ざってるのかっていうことも。あ、測定してまへんのむっちゃ簡単な。 方法で、とにかく持ってきて燃やせ燃やせって話なんですよ。それが燃やされた時には、はい。そのフィルターで一体防げるのかと。うん、なるほど,るほど焼却場ですからね。はい。あの、そこにフィルターをつければ、それで取れますと。はい。環境省は、バグフィルターっていうものをつければね、99.9%、それで防げるんだよって。うん。放射性物質も。はい。っていうことを言ってたんですけども。はい、まあ、市民団体がいろいろ調べていくと、そのバグフィルターの製造元に行くと、放射性物質には対応していませんとか。 と、はあ、いうような回答だったわけですよ。本日放射性物質あったら取れへん、そのまま空気中に流れてしまう、散布されてしまうということですね。そうなんですよ。より細かなガス状となって、それが皆様の肺だったりとか、はい、いろんなところにお届けされる可能性がありますと。はい、それで、あの、僕、今、山本さんから教えていただいて、で、一時その、焼却に反対される方ですね、はい、いろいろ活動されておられて、ええ、確か11人ですか 逮捕された方もいらっしゃいましたよね。なんとなくその理由が今わ分かったような気がしました。ひどい話ですよ。要はどうしてね、東北、岩手県なんて北海道の次に大きな大地なのに、はい、ね、そこからどうしてわざわざ関西まで運んでくるのか。この輸送費だけでも現地に落ちるようにすればいいじゃないかな、ね、そうですね、はい。ま、基本的に、あの、焼却処分というのは絶対にど、日本中のどこでも、世界中のどこでも多分しちゃいけないんですよ、これ。はい。だから焼却以外の道はい。 選ば、あの、探さなきゃいけないと思うんですね。なるほど。けど、なんか世界中にある焼却炉の3分の2が日本にあるんですって。ああ、そうなんですか。だから燃やしたくてしょうがないっていう。ああ、なるほど。もう、まず焼却ありきなんですね、前提が。そうなんですよ。んなんかそんな不健全な力関係というか、多分、あの、いろんなしがらみだったりとか、お金のやりとりみたいなもので諦めたくない人がたくさんいるんですよね。なるほどね。で、で、だから、だからこそがれき、瓦礫。 ガレキ処理、焼却反対ですっていう人たちを、市民を次々に逮捕していくと。はいはい。去年、去年の9月ぐらいから逮捕されてて、11人ですかはい。ま未だに6人ぐらいまだか釈放されてないんです。まだ釈放されてないんですか留されたまんまなんです。はあ<ー>。で、その逮捕された理由なんて、はい。もう、言いがか,かりみたいなもんです。後から理由つけるみたいな。うん。後付けみたいな、ねええ。ただそこに立ってたからとか。うん。なんかもうとにかく、あのー、目立った人。 リーダー,ーダっぽい人とかっていうのはどんどんあの逮捕されていくんですよね。そうですよね。駅の構内歩いたとかね。そうなんですそうですよね。はい、なるほどね。それで、そういうのもあって、やはり。 去年の12月、衆議院選挙に出て、なんとか止めたいというふうに思ったんですか、山本さんは。そうですね。<laughs> <laughs> うまいこと持ってきましたね、今。<laughs> まあ、でも、この不条理というかね、うん、この今やってる無茶苦茶っていうのは、国がやってる無茶苦茶だったり、大阪がやってる無茶苦茶っていうのは、うん、この瓦礫の焼却だけじゃないですよね。はい、もちろん地震の活動期、活断層が取ってる原発を、電気が足りているのに動かそうとしているっていうことも狂ってますけど、それだけじゃなくて、やっぱりい、一般食品の安全、 基準ですから。はい。まあ、事故があって、ちょっとき、あの、放射の、放射性物質が飛び散ったから、安全基準をちょっと改めますよと。はい。いうことで、1キログラムあたり100ベクレルっていう数値を与えられたんですよね。そうですね。もともとね。はい、ね。ですね。はい、で、1キロあたり100ベクレルってどんな数値なんだって話なんですけど、事故前は放射性廃棄物と同等なんですよね。そうです。放射性廃棄物を僕たちに食べさせて安全だって言って、 ちょっと同化しちゃってますよね。おかしいですよね,ね。で、じゃあ事故前僕たちどれぐらいのもん食べてたんかって言ったら0.1ベクレルとか0.2ベクレル程度だったらしいですね。はいはい。1000倍近く基準を上げられちゃったっていう。一気にハードル上がりましたもんね。ねだからもういろんなことですがあんなこともこんなこともあまりにもちょっと筋が違いすぎてるというか。うん。絶対、あの、なんやろうな。命を守るというか、はい、国民を守るっていう意識はもうほぼないですよね。